練馬区立大泉小学校とは、東京都練馬区東大泉4丁目にある小学校。1892年に創立された。全校児童数は545名である。普通学級のほかに、固定学級である知的障害学級として、5組、通級学級である情緒障害学級として、泉学級と言語障害学級として、言葉の教室が設置されている。 校庭は、下校庭、中校庭、上校庭の三つを持ち、上校庭は、コンクリートとアスファルトからなり、テニスコートとして利用が可能。主に、休み時間に使用されるが一年生しか使うことができない。一番広い下校庭は7806平方メートルの広さを持ち、休み時間は2から6年生が使用可能である。一年生は、7月以降に使用可能になる。 なお、中高低は、植物を育てるためにあると言っても過言でなく、ここで遊ぶ児童はあまりいない。近年、ビオトープができた。この学校の特徴として、集会の多さが挙げられる。月曜の朝会に加え、毎週木曜日にも何かしらの集会が開かれる。木曜日の集会は、集会委員会が中心となっているものが多く、ブロック集会をはじめ、音楽集会、かつては、 ロング集会などが行われていた。ブロック集会では、異なる学年間の交流を深めるべく、チビマルコちゃんブロック、ドラゴンボールブロック、サザエさんブロック、ドラえもんブロック、スヌーピーブロック等のブロックに1から6年生が均等に配分される。児童は新年度ごとに新しいブロックに配属される。各ブロックでは、学年があまり被らないように班が組まれる。 各ブロックでは、ブロック長が6年生から選ばれ、ブロック集会で何をするか考える。なお、音楽集会等では、このブロックの半ごとに集合し、活動を行うことが多い。なお、現在は、新型コロナウイルスの影響で、ブロック集会とロング集会は行われていない。1874年5月31日。 当時の東京府北豊島郡石寺村上戸志田の妙の寺に豊島小学校二番分校として設立されたのが本校のルーツとされる。豊島小学校二番分校は1876年7月には豊西小学校と改称した。豊西小学校に近接して呉れ村の本寺寺寺には呉橋小学校があった。当時の村にとって 小学校運営の財政負担は、重く、二つの小学校の統合とともに、近隣の村の再編成が促されることとなった。この際、新村名をめぐって紛糾したが、当時の豊か西小学校の校長、関根賀学像が、小泉村の名を提案し、これが、大泉村に転じたとされる。1891年6月、東京府北都島郡大泉村が発足した。 1892年6月1日、豊西小学校と呉橋小学校は合併し、大泉村の中央にあたる現在地に、泉小学校として開設された。大泉小学校はこの日を開校記念日としている。1888年には高等科を平地し、泉神城高等小学校になる。1915年、大泉神城高等小学校に改称した。 1932年に大泉村は東京市板橋区に編入された。1941年には東京市大泉国民学校となった。尋常高等小学校時代の本校には3つの分、教場が設けられているが、橋戸分教場が現在の大泉第一小学校に、第2分教場が大泉第二小学校、第3分教場が 大泉第三小学校にそれぞれ発展している。また、大正期から昭和戦前期にかけて、実業補修学校、先週女学校、大泉農商公民学校がそれぞれ併地されている。1947年4月、学校教育法施行により新生小学校、板橋区立大泉小学校となる。同年8月1日、板橋区から、 練馬区が独立したため、現在の名称、練馬区立大泉小学校となった。1956年4月には、東文校が独立し、大泉東小学校が、1959年1月には、南文校が独立し、大泉南小学校がそれぞれ誕生している。2012年11月24日に120周年記念式典を行った。毎年、 9月の下旬に行われる。月1回、第1木曜日の6次元目に行う。5.6年生が委員になるが、代表委員は3年生の一部からである。木曜日の6限に行われる。4年生以上が必修。東京都練馬区東大泉4丁目25番地1号、ABCDEFG、学校遠隔。練馬区立大泉小学校。 2013年10月10日閲覧。練馬の地名今昔東大泉。輝け。子供たち2012年11月。練馬区立大泉小学校。2013年10月10日閲覧。ありがとうございます。